続いてはガリベンガー V 名物高松 D になろうのコーナー。これから皆さんは高松 D になりきって出演者の楽屋へ挨拶に行ってきてもらいます。セリフがカラオケのようにモニターに出ますので、恥ずかしがらずに大きな声で会話を楽しみましょう。最初の楽屋は神楽鈴さん。はい、失礼します。高松です。はい、お疲れ様です。なんかいい匂いがしますね。あ、これレモンですね。レモンお好きなんですか？そうですね、割と酸っぱいものが私好きなので、あとあれですね、なんかリラックス効果があるとかなんとかって。博識ですね。あら、ありがとうございます。旅にはね、たまにはこういうところも見せていかないと。小峠さん、また遅刻です。あら、まあ、でも小峠さんいつもお忙しいですもんね。いろいろテレビで、私の家テレビないから、あまりぶっちゃけ見れてはいないんですけど。テレビないんですか？殲滅しちゃいましたね。うち家電がちょっと古い家電が多くて、この間ちょっと前に冷蔵庫も寿命を迎えて、その次にテレビ壊れて、リビングのあれもエアコンも壊れて。いい加減買い替えなきゃ。準備ができたらまた来ます。はい、ありがとうございます。お願いします。次の楽屋はサントリーのむさん。はい、失礼します。よろしくお願いいたします。今お片付けしますね。何をされてたんですか？時間があったので短歌を考えておりました。一首聞いてみたいです。道端で揺れるつくしに共感の姿重ねるうららかな春。とっても清楚な歌ですね。道端で揺れているつくしの姿が、こうなんだか色合いが共感に似ているなと思いまして、素敵な春の日を描いてみました。準備ができたらまた来ます。お待ちしております。続いての楽屋は周防パトラさん。失礼します。高松です。よろしくお願いいたします。緊張してるんですか？そんなことないですよ。もう全然緊張とかそんな。だってみんな可愛い子ばっかりじゃないですか。もうパトラ、どうやって息を吸ったらいいかわかんないです。小峠さん、遅刻してます。え、これ振りですか？いや、パトラ言わないですよ。絶対言わないですよ。もう絶対言わない。なんて日だ！小峠さん着いたらまた来ます。あ、はーい。いやー、とってもカオスな企画でした。それでは、スタジオのシロちゃん、よろしく。お願いしますね。